回転コンビニ日記ということで、最近スーパーを自分で経営するスーパーマーケットシミュレーターってゲームが流行ってんですよ。なんで今回はコンビニのオーナーになろうかな。よっしゃ、始めるか。ちなみにコンビニで働いてた経験がありません。はい、じゃあ制服の色と、あ、なるほど、コンビニの色も決められるんだ。あ、まあちょっとこれ緑入ってるし、この色に、服、あ、これいいな、ローソンっぽくて。あ、名前もね、決められるんだよね。うわ、迷う。いや、ここ一番大事まであるからな。皆さん、セブンイレブンってなんでセブンイレブンか知ってますか？あれ、なんか最初は7時から夜の11時までやってるよってことでセブンイレブンだったらしい。じゃあ俺はそこに対応して24時間、つまりは無休でやってます。無休バートです。まあ、ちなみにこの無休って3つの意味があって、まず無休、休日がないこと、そして無休、無限、永遠、そして無休ということでね、やってくか、無休マート。いや、これまたとんでもないコンビニ来たな。あー、なるほど、出店場所を選べるらしい。いや、じゃあなんか村とかさ、発展させたいし村で行くか。年間売上50万円以上。これってさ、別にそんな難しいことではないのでは。よし、まあちょっと俺まだ経営のこと何も知らないからね。こんにちは、オーナー。本日より無休マートのマネージャーを務めます、今野ビニーこと申します。どうぞよろしくお願いします。あ、ビニー子さんが、まあ、このコンビニの最初のバイトだね。え、バイトなのか。倒産寸前だったこのお店を買い取り、全国展開を目指すという熱い気持ちに心打たれました。これから一緒に頑張りましょう。一応倒産寸前だったんだな。やったー、無休マート開店です。いやー、この村にまさかコンビニができるなんて。安定した経営をして年間50万円の売り上げを目指しましょうということで、まずは、なるほど、この棚に商品を並べられるのか。ビニコ？ビニコがやってくれるのかこれ。ありがとな。はいはいはい。これ、あ、常温棚って書いてあるね。うん、ちなみに本日売り上げゼロ。あー、行ってきた！いらっしゃい。なんで？ちょ、何がいけないんだ？商品の設定をするだって。あー、これでか。これで、お、ホットスナックだ。あの、レジの横に温められてるやつね。じゃあ肉まんと7,050円、そんなかかんの。あとは、まあ、ホットドッグ、アメリカンドッグか。これで28,070円、高いけど、まあ、とりあえずこれでね。はい、まあ、45万円今持ってるから、はい、無給マートでも中華まんが販売されるようになりました。ほっかほかで話題になってくれるといいですね。いや、なかなかないよ。あ、来た！商品が無事に配置できた。これでじゃあ多分客が入ってくれるようになるんじゃない。バックヤードに眠っていたこちらいかがでしょうか。もしや、なんだこれ。新しく冷蔵庫を設置できるようになりました。そうだよな、やっぱ冷蔵庫とかがないと日持ちしないから。これで、なに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 、新社会人が初来店だって。お、いらっしゃい。何？名付けるって何これ。ちょ、名付ける、新社会人を名付けられるんだ。じゃあ頑張れ。今ちょうどそういう季節だよな。社畜と合わせて社畜んだ。これ何、夢を聞くって。はあ、社畜んさんの夢。くんってつけたからなんかややこしいことになってるわ。何、綺麗にできるものが欲しい、ふかふかのパンが食べたい。こんな夢なの、ちっちゃいけど。まあ、おそらく新しく一人暮らしした社会人1年目だな。まあ、綺麗にできるものか。なんだろう。まあ、いいや。まあ、これでなんか、お客さんの要望を答えれば、いいコンビニになってくってことだな。あ、いらっしゃいませ。何買っていきますか？あ、これ社畜もしかして。これ何？ネットプリントしてる？マジか、何も買ってかなかったけど。あ、この棚ね、多分、なんか入れられるのかな？今、空って書いてあるからね。あ、でも待って。あー、どうしよう。何？敏腕レディ来た。こいつは自称敏腕レディだ。急にうさんくさくなった。どうした？プルプルなものが欲しい。あ、プリンとかね。
あとゲームをダウンロードできるものが欲しい。え、そんなのも売れるんだ。でやっぱり、あ、コンビニスイーツとかありだな。ね、参考にします。あ、でも何もないから、これどうやって追加できるんだろう。この商品を設定でいいのかな。あ、これだ、常温棚で、おお、醤油ラーメン。え、もうカップ麺とか一番大事じゃない。そしてあ、飴ね、ドロップスね。そして、あ、食パンも大事だよ。これ待って、その他ってなんだ。あー、消しゴムとか。あ、食器用洗剤欲しがってたやついたよな、シャチくんだ。シャチくんなんか洗うものが欲しいって言ってたから。あとは、うわー、ビニール傘。これやっぱさ、高い商品の方が多分利益がある気がするんだよな。いや、でも、あ、高いわ。これなんか置くのも高い。まあでも我慢しよう。はい、絆創膏も置きます。じゃあ完成。はい、なんと、おー、無給マートでも傘が販売されるようになりました。急な雨でも便利ですね。いや、まあこういうね、傘には俺も助けられてきたから。で、何この機械、よくわかんないけど。おー、あ、常温棚が改造されてる。お、お前もしかしてシャチくん、シャチくんか。いや、わかんない。誰、新たな人来た。新卒会社員3人目だ。え、まず夢を聞こうか。なんだこれ、全部食べ物だな。え、節分にかぶりつきたいとか、シーザーサラダが食べたいとか。じゃあお前の名前は大食いだ。まあ、こうやってあの分かりやすいようにしていくのも大事だと思うわ。まあ、でもうちあんまカップ麺ぐらいしか売ってねえしな。あ、そしてシャチくんの夢今1個叶ったね。よかったー。夢を叶えるのがコンビニの店員の仕事です。待って、新しいやつ出勤してきた。誰だお前。え、なんか来た。コンビニ通信最新号。おっと、うちが早速噂になってますか。コンビニ業界に無給マートが新たにオープンしました。早速調査をするべく向かうと、店員さんが取材に応じてくれました。頼む、なんか丁寧に接客しろ。今はオープンしたての小さなコンビニですが、いずれは全国展開を目指しますと、サングラスをかけたくなるくらい輝いた目を語ってくれました。いいね。あー、もうなんか期待されてるわ。最初まして、お、なんだなんだなんだ、まだオープンしたてだからこれからに期待してますね。シャチくん生意気じゃね。むむむ、まだご満足はいただけませんでした。え、ダメなの。まあまだまだ最初だからね。お、待って、ビニコ、また新たに設備取ってきてくれる。買い物カゴ、これ大事よ。これがあることでいろいろ買ってくれるからね。あとは店内用ゴミ箱。いや、これ微妙じゃね。なんか最近のコンビニさ、店内用ゴミ箱減ってるの多くない。多分全く関係ないゴミを持ってくるやつがいるからだと思うんだけど。まあちょっとじゃあ配置するか。何この、あ、この電球がこの設備を配置するのに使えるのかな。うん、あ、そうだ、だから、うわ、コピー機とかも大事だし、あ、これ休憩室だったんだね。じゃあ、まあ、買い物カゴは、どこに置ける？あー、まあ、ここら辺棚たくさん置きたいし、まあ、ここの手前ら辺に置いとくか。あとは、まあ、ゴミ箱。ゴミ箱はね、なんか、出口に近い位置にあるイメージがある。まあ、じゃあ、はい。設置して、あとは、植木。何これ。まあこれは雰囲気かな。うん、まあ、レジの横とかに置いとけば雰囲気出るでしょう。あと何、え、あ、店の外に置くやつもあるんだ。のぼりだ。これはね、大事だよ、宣伝になるからね。今どういうのがやってるかっていうのが分かるはず。これで多分これコーヒーかな。いや、無給マートではね、うまいコーヒーが入れられます。そして、あ、冷蔵庫、これもまだ置いてなかったか。まあ、どうせならこの常温棚の隣に置くか。はい。で、新たに、あ、プリン、プリンとか、まあ、飲み物、いや、水もお茶も大事だな。そして、まあ、おにぎりと、いや、これまあ一応全部置いちゃっていいかな。うん、はい、完成。さあ、いや、これ楽しみだな。これできたら客増えるぞ。冷蔵棚ができたことでお客さんの入店したい気持ちが高まっているそうですよ。やっぱな、そうだと思った。ん、なんだ、大食いが来た。おや、無給マートには店内用ゴミ箱がありますね。おい、こいつ家で発生したゴミ持ってくるなよ。みんなゴミを少し落としにくくなったと話していました。あと、こちらを差し上げます。あ、
なるほどね、村の評判になるんだね。なになに、うえー、大食い。なに、テレビとか出てる、もしかして。なんかめっちゃくれた。あ、なにこの1ポイント。ん、これは、え、店員を選択するとなんとレベルアップに使えますよ、だって。さらにあるお店で買い取りを行っているという噂もあります。大事に使っていきましょう。え、このこの印を売れるんだ。え、なんだ、あ、来た、おばあちゃん。駄菓子屋が来たね。いや、駄菓子屋はもう駄菓子屋でいいな、そのままで。お、飴が食べたい、あるよ、うち。何、あとこの返しにコツがいるものが食べたい。お好み焼きか。あとは新聞とか歯ブラシとかもね、これ食べ物以外もやっぱうちの無給マートには置いていきたいから、まあそのうちだな。駄菓子屋、これからよろしくな。お、すごい、めちゃくちゃ買ってくれるじゃん。あー、俺向いてるか、オーナーに。ほら、オーナーって呼ばれてるしな。どうした、ピニコ。これからお店を発展させていくためにはと三日三晩寝ずに案を考えていたところ、いや、さすが無給マートの店員、無給でね。我こそは無給マートの力になりたいという方から連絡が来たのでご紹介いたしますね。誰だ、まずはこの方。池袋。池袋のやつがなんでこんなところに来たんだ。近くにコンビニができて助かってます。本が買えればもっといいなと思っていまして。ああ、確かにね。実はお店に置けそうな本棚をお渡しできるかもしれません。よかったらご連絡ください。なるほど、だから池袋のブックなんだな。ブックロー、あー、本棚欲しいよな。うん、立ち読みはできないようにしよう、人がたまるから。はじめまして、私はコンビニ商品を開発している研究所のものです。おー、商品開発部。何、コンビニの人気向上には品揃えの充実が一番です。そうだな、間違いない。よければ特別に私たちのノウハウを教えてあげてもいいですよ。こいつめちゃくちゃ上からでムカつくが、ここは一旦頭下げとくか。もしご興味がおありでしたらご連絡ください。こいつ金取らねえよな。あ、でもこういう交渉もできるようになったと。じゃあするしかない、この行動かな。ほうほうほう、うわー、ちゃんと金かかる。小型本棚、成功率とか書いてあるね。ちょ待って、まず新商品じゃない。93% って書いてあるから、いや、さすがビニーコ、うちの村のアイドルだからね。ちょ、ビニーコ、ちょ、頼むわ。え、なになになに、交渉方法。適当に、これでいいだろう。あー、なるほど。チャットできない社会人みたいに思われそう。まあ、俺、バイト経験も社会経験もないんですけど、いや、そうなるとわかんないんだよね。何、金額アップって。いや、ダメダメダメ。こういうところはできれば安い手で落としたい。チャット、そして電話、そして手紙。一番安い方法で、まあ、2万1500円で交渉します。ビリゴ行け、もう最初っから気あるじゃん。あ、なるほど、これで成功率が増えるんだ。はい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 、あー、ここまでする必要なかったな。やったぜ、おもてなしありがとうございました。すでに準備は済ましています。それでは開発頑張ってくださいね。いや、ビニーコ、お前すげえな、頼りにしてるぜ。これで、はいはい、この電球もたまるし、ん、あー、どうしよう、これ、まあ、食品の開発はやっぱ一番大事だとは思う。3時間かかる。あ、でもね、この世界の3時間だから多分すぐにできる。あと2つ同時にできるって書いてあるから、もうじゃあもう全部進めちゃうか。ここら辺、日用品と飲料水もだ。はい、じゃあ頼んだよ。交渉の際に 100% を達成したことでこちらもいただきました。え、そういうなんか特別ボーナスあんの。あ、 2%、 あ、2ポイントか。これ多分ね、相当いいポイントなはず。じゃあ、いや、この調子だったら、え、これ本屋もいけるんじゃないの。いけ、手紙で 100% になれ。なったわ。ちょろ、池袋ちょろくないか。うん、いいですね、熱い思いが伝わってきた気がします。それではこちら、約束の本棚です、どうぞ。おー、やったー。あとは2ポイントももらった。まあ、このポイントがね、どれだけ重要なのかはわからんが、まあ多い分はいいだろう。ん、なんだ、経営アドバイザーが来た。いや、やばいな、ちょっとうち繁盛しすぎじゃないか。ごめんください、最近話題のお店と伺いました。
お店が混み始めて店員を増やしたいなというニーズに弊社はお答えできると思います。興味がありましたらご連絡くださいね。まあ、確かに人は多い分にはね、嬉しいから、まあ、多分その分俺のお金がかかっちゃうと思うんだけど、まあでもね、より人が多ければ多くのお金を稼げると思うんでね。店員さん増やすか。まあ、まずは、まあ、本棚置くか。何これ、普通に置けるのかな。あ、でもなんかこれは特にコストかからずに置けるのかね。あ、で、あ、この商品を置くときにお金がかかっちゃうんだ。まあでもうちはね、何でも置きますよ。パパゾンカード。あ、パパゾンね。うわ、高っ、パパゾンカード。いやー、でもね、多分これいいんだろうな、リターンが。うわ、うち漫画起きてよ。まあでも漫画うちまだないから、まあいっか。うん、これで。うわ、でもカード欲しいって言ってた人もね、いたから、ちょっとみんな買ってきな。無給マート、パパさんのカードも買えます、なんと。そして、まあ、あとは、何この経営ってなんだ?すごい、別の場所に出店もできたりするんだ。まあ、これはそのうちだ。これで、あ、店員のシフト。うわ、たっか、じゃねえわ、俺のお金が全然ないのか。うわー、じゃあ、しばらくは、人が来るのを見とくか。ねえ。これで、あ、もうちゃんとね、雑誌も買ってくれた。すごい!すごい量買ってくれ!そんな5つの袋に入るぐらいの量買ってきてくれた。あれ、実はめちゃくちゃ評判いいのでは。おーっと、新商品の開発なんですか。飲料する開発中。いいじゃないか。やっぴー、なんだコーラとか。うわー、炭酸ジュースきたー。お、缶コーヒーも嬉しいね。いや、これでかい、これでかいわ。ちょっと追加したいな。あ、ここに、炭酸飲料。え、なに?オーナー新しい専門ラックを発見した?なに?専門ラックって。あー、なるほど!食品食品、飲み物の組み合わせで、なんか魅力が上がるらしい。なるほどね、そういう並べ方にも、工夫があるんだ。まあ、とりあえず炭酸だけ置くか。ね。なかなかいい棚作れたでしょ?すごーい、そういうボーナスもあるんだ。お、なんか搬入業者が来た。なんだ、ボーナスチャレンジ券ってやつをもらったらしい。棚の上のマークを選択してチャレンジしてくださいね。なに、これか。おー、なんかランク上がったー。いや、まあきっとランク上がったらその噂が広がるんだな。ほっほっほ、こんにちは。無給マートのランクが上がったと聞いて今日は参りました。会長来たんだけど、これは何の会長だ。売り上げが一定を超えると我が協会がランクアップを認定するシステムになっております。今後もランクを上げてランクの最上位を目指してみてくださいね。あと、こちらささやかな副賞を差し上げます。ご活用ください。会長、ありがとう。あー、会長、あ、会長には媚び売っとくべきだ。これ、七福もじゃろうが来た。なんだこいつ、こいつ何くれそう。突然ですが、会社評価にご興味ありませんか。怪しい怪しい。実績に応じてささやかな贈り物を贈る素敵な制度なのですが、なくてもぜひ声かけてください。損はさせませんよ。まあ、時間あったら声かけてみるか。会社評価ってよくわかんないけど、もういろいろ来るな。何こいつは、なんか俺の店で何かを出したいってことかな。このね、なんかあのボーナスチャレンジみたいなやつをやりたいんだけど、ん?何?あ、これだ!来た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 !え、なんかすごいのない?ストップ!全然しょぼい。会長の10分の1。あ、でも、あ、結構お金も貯まってきたな。また新商品?いいね!お前また考えてくれるか?いいいいいい!弁当類いいよ!今、幕の内弁当みたいになかった。あれ、多分一番人気だから。幕の内弁当!来たー!こりゃいいぞ!これね、あれか、商品だな、増やす必要あるな。コンビニ広げられんか?いや、まあ、それか、もう普通にもう一個置くか。あ、なんか店内もう2個ぐらい置けるっぽいから。じゃ、この常温棚を、これもう回転させて、はい、この向きで置こう。あれ?なんかないよ、まだ。これ、あ、なんだ?あ、誰が来た?男子学生、プリンに目がないです。あ、うち、プリンあるよ。学生か。
や俺ねめちゃくちゃプリンにハマってた時があって、高2だね。高2の頃にハマってたわ。じゃあお前は高校2年だ。高校2年の夢はもっとでかい夢持てよ。いやこれぐらいだったらね叶うぞ、うちだったら。あーでもいいね、このまあ、駄菓子とかまあ、かき氷もあったらな、もうマジで何でもあるコンビになれるな。あ、無給窓には気になっていたプリンが並んでますね。そうだぞ。お、待って、注目度溜まってるんだって。やったやったやった。そして、え待って、これさ、んどこにさっきの商品を置ける？あ違う、これあれか、冷蔵棚じゃないと置けないのか、さっきのは。じゃあ冷蔵棚をこっちにも置いて。おおすごい。お、また待って、あ新開発、早い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 。お、これ栄養ドリンクか。あとティッシュとか、あ、海苔か。いいね。おい、日用品も大事だから。確か、あ、また来た。いやもう主婦は主婦でいいや。あーごめん、夢まだ叶えられなさそう。ちょっとね、うちもね最近開いたばっかで忙しいんだよね。でこれちょっと一回棚ね並び替える必要がある。やっぱいい並べ方っていうのがあって、確かこのおにぎりを3連チャンで置くと、ほらこれいい効果が発生したね。あとはなんだ、いや幕の内弁当いいでしょう。とまあサラダ、シーザーサラダと、あとなんだ、あれ金が足りねえ、マジか。まあいっか、とりあえず置こう。オーナー、お金がほとんどなくなり、これ以上は無給マートの経営が続けられません。え1940円しかない。残念ですがここまでとなりそうです。お世話になります。ビリコ、え何、評判が高まり町に新しい住民が出現。ちょっと待って、あそういえば先ほどレジ裏にお金が挟まっていたのを見つけたのでした。あぶねー、なるほど。これお互いお金がなくなると多分なんか店員消えちゃう時もあるんだろうな。やった、20万円だー危ないところだった。まだまだ経営は続きます。お金は使ってこそ成長につながるので、どんどん使っていきましょう。そんなビビらせるなって。あ、ここにはじゃあさっきの日用品も入れられるんだな。いやこれ日用品ボーナスとかありそう。これどう？来たー！やっぱあるんだね、結構。じゃあここは日用品棚にしよう。はい、日用品棚完成。いや、あ、待って、ゴミ捨ててくるやついる。ゴミは置いてるでしょうが。これ向きが悪いか。これをくるくる回して、はい、そうだね、まあこの向きだったらいいでしょう。いや、そういうのも大事になってくるからね。お、すごいすごいすごい。いや、にしてもすごい売り上げじゃない。お、夜になった。え？これコンビニの逃げ合い方じゃないぞ。ほら、あ、村こんな風になってんだ。すごい、もうこいつらもうコンビニに来るために来てるじゃん。もういきなり畑からのコンビニ、無給マートです。ほら、今夜も無給でやってますよ。え、ちょっと待って、これそろそろバイトが欲しい。じゃないと大変になっちゃう。だから、店員のシフトってことか、これ。まあじゃあ店員のシフト、お、さあ手紙で、きたー、オッケー、わかりました。これで経営の幅も広がるでしょう。おー、バイトくんが増やせるようになったのか。時間ごとに振り分ける。うわ、でもやっぱ深夜帯は高いわ。まずこの昼時に増やしたいね。あー、なんで、え、なんでこんな高いやつがいるえ、あ、まあでも多分やっぱ高ければ高いほど新しいアイディアとかを思いついてくれるんだな。まあでもちょっと最初は、まあ、学生とねバイトさんをね雇おう。いや、じゃあこの朝の時間帯どうだ。あ、主婦がいる。雇います。まあ朝はそんなに来ないから大丈夫でしょう。夜は、あ、学生、いや頼む、ここでちょっとやばい、7130円しかない。もうまあでもね、すぐ売り上げでどうにかなるよな。さあこれで見守って、すごい、これ秒で俺2000円ぐらい稼いでない。あーやばい、こうやって、あー今店員がいない。でこうやって休むと、こうやってまた出てきて会計できると。このレジ前でゴミ置いてくやつやばくない。あー、こんなところにもゴミが。
あー、いやでもやばい、めちゃくちゃ来ててめちゃくちゃ休んでるやっぱこの時間はね、まあ、もう一人必要だな。まあでももう雇ってるからね、いいよいいよ頑張って。すごい、うわでもやばい、こいつ変わりすぎて2回会計しただけで休んでる。おお、すごい売上結果出た。今なんかパパゾンカードめっちゃ売れてなかった。そしてシャチ、シャチくん来てくれるんだな。おーっと、全国コンビニ格付けランキング出ました。カロイコンビニ4号店、うわーやるやん。で、あーでも俺はこれで281個しか売ってないの、ランク外です。で1位1万5000ってやばいな。うわでもここのねランキングに乗るぐらいはまず頑張りたいよな。あれでも一番下は、おー、いや惜しい、あと3個で、いやー100円に乗れたのに。いやこれマジで惜しいね、悔しい。お、店員が、お、店員のレベルが上がった。おー、あーなるほど、そんな感じで、あ、体力、接客、速さっていう感じなんだ。よっしゃ、これで頑張ってほしいね。お、無給マートランク2になりました。やったー、これは、おー5万円、よしよしよし、ランクアップのお金でかいな。そして商品を補充しに来た。なんの、あーなるほど、ちょうど日付が変わったから搬入業者が来てくれたんだな。はいはいはい、何、仕入れ作業も増えた、もしかして。何何何、当日販売数のプラス30個ぐらいでいっか。よし、おーなるほど。まあでもこれね、会計できる人がいないといけないからね。おーすごい、これ深夜なのにめちゃくちゃ来るな。やっぱうち無給だからね。ん、また搬入業者来た、どうした。おー、お店の設備の提案、新しいの、あー、アイス、アイス置きたいね。冷凍棚を紹介してくれるらしいぞ。ちょっとじゃあ声かけよう。なんだセールス鈴木、いやこいつはちょっと危険だ注意しながら聞け。付近の住民のお店を知ってもらう新しいプランをご用意しました、ご連絡お待ちしています。怪しい、いや広告ってそんな効果あるか。お、経済が少し上向いて好景気になりました。お客さんの購入する量に期待が持てそう。もうこれでもまだまだ店員が欲しいな。傘2本買ってったやついる、洗剤5本買ってったやつがいる。新しいの来た、アパレル店員、めちゃくちゃピンクだから、こいつの名前はもうピンキー、ピンキーちゃん。夢はなんだい、めちゃくちゃ中華まん食いたいらしいな結構ここの夢の欄にもなんか俺の商品出てくるようになったね。まあそれぐらい品揃えが良くなってきたんだな。でも深夜店員、あーいい笑顔、あ休んでった、あいいぞ、この空き時間に、あ本もちゃんと入れて、あピンキーちゃんが買ってくれる。ん、本日は晴れのようです、お客さんの入りに期待が持てそうです。あー天気も関係あるんだ、いいの、すんごい買う、それで1515円、安いなここのコンビニ。あよして、まあこの時間ね夜だから。ピンキーちゃん、4人ピンキーちゃんいる、あ5人目来た何人も、うる、6人目がいる。いやもう多分いろんな同じ人がいるんだな。でまあ7万貯まったんで、次はなんだ、いろいろできるな。あーこれ小型冷凍庫、これやっぱアイスだからね。いけ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 、よし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 、あもう成功なんてもう当たり前ですよ。これやっぱこの端に置こっかな。アイスってさ毎回端にあるよな。アイス1個2個、何これ、あ冷凍餃子ね。これはちょっとアイスまだ俺少ないな。うわ高っ、4万かかった、やっぱ電気代かかんのかな。おー冷凍庫ができたことでお客さんの入店したい気持ち高まってる。まあそうだよな。これでもうさ一般のコンビニぐらいにはなったよね。さあそしてそろそろ朝になる時間だ。お、シフトも交代、めっちゃ買う、うおー1万3000円買ってったコンビニでいいね、お急に俺のお金も増えた。これさまた何かできないか、アイテムショップの導入行くか。アイテムショップ、やばい、交渉の金が少なくなってくる。で100倍なれ、あなんなかった、あーそんな感じね。まあ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 別に 100% にならなくてもね。これは何ができるようになるんだ。おお、この印みたいなやつで買える。俺今これ余ってたから欲しいね。5万円と交換、1個で5万円と交換できるの、やばすぎ。え、そしてなんだこの
電球マークを使うことで、あ、飲料水のレベル上がる。飲料水の極意。そして、パンの極意。そして、食品の極意。うわ、これ絶対やばいって。ちょっと待って、あともう一個5万円と交換しよう。うわ、このポイントでかいなぁ。え、それはそうと、お近づきの印にこちらのアイテムを差し上げます。どれ？日用品の極意、三つ？マジか。ありがとう。もう、もう日用品最強になっちゃうけど、大丈夫そう？あ、これ日用品あるね。これを強化できるのか。これを、なんだ、3個使えばいいのかな？はい。おー！食器用洗剤が、あ、売り値が増えるんだ。はいはいはい。だから買われた分だけ得になるよってことか。いやー、でも結構コンビニとしても充実してきたね。これもうね、待ってるだけで自然とお金が貯まる仕組みができてきてる。さあ、お金も貯まってきたね。これなんかいいのないかな。あ、会社評価の導入、これ重要って書いてあるね。ってことはきっと重要なんだろうな。 100% にした方がいい。もう全然5万円と交換できるからね、あの印。いけ 100% よーし。これ何ができるんだ。バッチグーですね。すぐ導入しましょう。会社評価を達成していけば良いお店になること間違いなしです。それではたくさんトロフィー獲得してね。トロフィー、あ、でもなんかもう達成してるのもある。おー、なるほど。このクエストを達成することでたくさんポイントがもらえるんだ。へー。で、そうすればお金とも交換できるからね。イエーイ。あ、いい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 。これもう結構さ、お金と交換しちゃっていいんじゃない。1、はい、30万交換しました。よし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 。もういろんなことができるぞ。もうこれ全部やっちゃおう、とりあえず。はい、パン仕入れ。はい、余裕です。事務員への宣伝。はい、これも余裕です。いや、そういえばなんだっけ、目標あったよな、これ。あー、年間売上が50万円以上だけど、今年の売上は17万ぐらいか。まあまあ、まだまだだな。おーっと、ランク3になりました。いや、なかなかないぞこれ。そろそろさ、普通のコンビニと肩並べるんじゃね。いや、これでまたお金がもらえるんですよ。うわ、3ポイント。ハローよしこ。何してくれる人これ。私は PR 会社の PR をしているものです。せっかくいい商品を作っても宣伝をしないとなかなか気づかれないものですよ。これまあ広告を打てるようになるんだ。いや、しかもね、こいつかなり使える気がする。またお前か、セールス鈴木。どうした？また新しいプランが来たんだね。あー、もうもっと知ってもらうか。じゃあ、お、やっぱ商品の PR 重要って書いてあるね。よし、 100%。 なんだ、え、あ、商品、あ、チラシで宣伝できるんだ。じゃあパパゾンと、とりあえず高いやつを宣伝すれば、まあ、買ってくれた時得するからね。いや、うちの幕の内弁当はうまくてね。そしてうちの、あ、食器用洗剤ね。うん、これ一番利益出るから、うちで。だから、あ、すごい、いろんな宣伝の仕方あるわ。だから、ちょ、ウェブサイトで宣伝とかやってみよう。えい、宣伝。これできっとね、たくさん商品を買ってくれるはず。そしてひーふーみー、よく数えてみたところ、なんと本日の売り上げ10万円を達成してました。嬉しいですね。いや、すごい頑張ったなぁ。お、小学生が来た。趣味は早弁。こいつのあだ名は、弁慶。早弁の弁慶だ。言いやすくていいね。夢はなんだ？あ、いい夢！ねえ、おにぎりとか、シンプルに紅茶が欲しい。ここ、音もなびてるな。何？歯磨き粉の味がするらしいアイスが欲しい。これ、チョコミントのことか。なんか、妙に大人びてんな、弁慶。あ、無給マートにはちょうど欲しかった絆創膏が並んでますね。お前本当に小学生か。おー、注目度がアップしてます。どうぞ無給マートへ、いらっしゃいませ。この畑とかでもなんかいろいろ育てたいけど、いや、これさ、なんかいつか広げられるんじゃないか、このコンビニね。え、あ、シャチくん、また夢叶ったんだ、よかったね。まあ、あと、じゃあライターへの宣伝もやるか。はい、ライターも成功と。あ、売り切れの棚出てきた。これちょっと、あー、ここか。設定する必要があるな、今後こういうことをなくすためにも。仕入れは当日販売分のプラス60個かな。
こんぐらいにしたらいいでしょう。まあでも売れなかった時どうなるんだろうな。ん？なんだ？お、コンビニ通信最新号が届いた。なんと最近話題の無給マートは近所の住人から注目が集め、人気沸騰、商品の品切れが相次いでいます。これにはマネージャーさんも大慌て、新しく入った店員さんもどうにかならないかと走り回りながら、完売は嬉しいですがまだまだ買いたい人もいるので品切れには注意したいとコメントしてくれました。いやそうだよな、品切れって致命的だもんな。いや早くね仕入れないかな。やばい、うちが人気すぎて売り切れるが続出してるんだけど、まずい。なんだ、ライター座右の銘やマッチです。いやじゃあお前マッチだ。いやマッチじゃない、マッチョだこいつは。お前の夢はティッシュとかか。あーこってり豚骨ラーメンとかもいいな。いや俺さ、電球マークがあんまたまってないんだよね。だからそこで貯めるとなんかアイテムが増やせたりするから、これ増やしたいな。あでも、あこのマークと電球交換できるんだ。じゃあこれを使ってなんか新しいアイテムちょっと提案してほしいな。これで、あパンも新しいの考えられるのか。でも食品だな、食品新しいの考えてくれ。でまあ一回ね、ちょっと品切れはあの夜の12時になんないとこう新しいのが来ないから、一回そこまで様子見するか。お、新開発来た。これ食品だからね。おー、めちゃくちゃ開発できてる。お、しかも今なんかラーメンなかった？冷やしラーメン、冷やし中華か。まあでも、あ食品結構ね賑わってきたな。すごい、本当に売れすぎちゃってさ。うわー、もう絶対めちゃくちゃ仕入れよう。もうさあ、おー来たー、無給マート、コンビニ格付けランキング100位ですギリギリランクイン。いやでもこれももっと仕入れてたら余裕だった。なんと販売数ランキングでランクインしました。トップを目指してどんどん商品を売っていきましょう。いやーこれね、あでもすごいすごいすごい、めちゃくちゃレベル上がる。さあめちゃくちゃ仕入れたよ。あ来た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 、おおほらもうね10倍近く新たに仕入れましたこれ大丈夫かな。でもやりすぎたかもしれない。え、あ、やばい、待って、新しい食べ物入れようとしたらあれ金がマイナスになってる。そんな、まあ、こういう時はお金にしよう。でもこれねちょっと安くなってるじゃん。25,000円になってるのはもうなんか景気っていうのがあって、これが良ければ良いほどこの手に入れられるお金が高くなるらしい。だからもっと景気良くしていかなきゃな。あー俺が一気にお金マイナスになった理由が分かった。え、あ、新商品開発、あ、ありがとうね。パン来い！もっと！ 2 個？いやー、まだまだだよ。もっと人々はパンを求めてる。仕入れ設定。プラス250個になってた。大丈夫っしょ！どうにかなる！うん。頑張れ！無給マート。いやもうこれ、どんどん食品開発していいかもね。なので、このアイディアってやつを交換しまくれ！はい、もうお金よりこっちの方が大事かもしれないね。どうしよっかな。え、すごい、え、めちゃくちゃあるじゃん。まだまだ。じゃあ、日用品。これもね、まだまだ欲しいからね。あとやっぱもっと人雇った方がいいかもしれないな。もうどんどん雇っちゃおう。うん。まあお金は、ねえ。まあ、時期稼ぐでしょう。はい、なんか猫耳つけたやつ来たけど、大丈夫かなちゃんと来てくれるかな、こいつ。おー、おー、めちゃくちゃ買ってくれたな。いや、これ、あんまもう心配しなくていいかもな。あ、でもなんか、え、いや、今、店に客が誰もいない。ただ、バイトが3人いる。やばい、なんか、もう俺めっちゃ仕入れちゃったのよ、に。なんでこんな急に来なくなったの。オス、オラ、行商人をやってます。珍しい商品を売りに来たよ。ちょっとお値段は張りますが、どれもお買い得だから見てってね。印でも買えるだよ。あ、ちなみに購入できるのは1種類だけだから、よく選んでね。うわぁ、来るって言ったらお金残してたのに。これ待って、ベンチ、あり、うわぁ、ゴミ箱とかもあるのか。ベンチなんか印で買えない？また来てな。うん。
俺は秋頃に来るんでよろしくね。また来年の秋かな、じゃあ。まあそれまでにはお金たっぷり貯まってるでしょ。そして多分今9時っていう時間帯も良くないのかもしんないな。いや本当にスルーされる。なんでみんな悩むって言って逃げてったな。ちょ、俺みんなのためにめちゃくちゃ商品集めたのに、まず何が足りない俺の店に。あ、これもっと棚置いていいかもね。こうだ、こう横並びに。あ、ほらもうまだ出してないのがこんなにあるわ。そりゃね、来ないよな。ごめん、俺のせいだ。あ、ごめん、金なくて並べられねえ。まあ、たまには長めに見るのもね、大事だよな。ん？自由恵みが来た。エホエホ。突然ですが、イベントのご提案があり走ってまいりました。お、この村全体を巻き込んでイベントってこと？来客アップのために力になれるかもしれません。ほー、なんだ、あ、なるほど、定期的にイベントできるんだ、こいつがいれば。イベント今の俺に一番ぴったりじゃないか。高っ。いや、もうこれ印を使ってでも行くぞ俺。はい、じゃあこれで10万円なって。いや、もうまずは行動することが大事だから、さ、やろうぜ、交渉だ。はい、もう向こうもやりたいじゃんこんなん。もうじゃあ、あ、来た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 、注目度が溜まったか。注目度が高まってます。ほら、注目アップになってるね。いや、これまだだな。うちやっぱ24時間ってところがいい点だから。おっと、またまた新しい住民が来ちゃったか。なっちゃうぞ、第二の新宿に。ここが人の通りは多いけどなかなか入ってくれない。あ、入ってきた。ん？オーナー、100人目のお客さんがいらっしゃいました。これから1000人、1万人とさらに増えていけるよう経営しましょう。そうだな。おー、100人目のお客様に何かプレゼント。ディズニーランドみたいね。お、なんか来た、バーテンダー。あ、こいつ今さっき来たやつじゃん。まあ、バーテンダーってことはお酒でしょ。俺お酒全然飲まないから知らないんだけど、まあ、ジントニックっていうのから名付けてジン。いい名前だね。お前本当にバーテンダーか。お酒とかないのかなこの店。あ、無給マートには気になっていた炭酸ジュースが並んでますね。あ、お前意外と炭酸が好きなんだ。そして、おー、おわー、コンビニで1万7000円買ったやつがいる。そして、あ、買い物カゴがありますね。いや、当たり前だって。え、なに、買い物カゴがあるだけでジンさんが40アイディアくれました。ありがとうジンさん。うわー、すごい。なんか一人一人買う量が増えてるわ、本当に。いや、皆さん今時はこのコンビニ経営がいいかもね。ちなみに、あ、来た、ついに完成したか、日用品。1、2、3、4、5、6、うすごい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 、これは素晴らしい、これいいね。あー、これね、そろそろこれぐらい増えたら分けた方がいいんだよね、こう並べるアイテムを。そうすることで多分ほらこういうねセット効果がめちゃくちゃ出ると思うんだ。はい、はい、いいね、似たな。はい、よし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 、また注目度が増しちまったぜ。ちなみにこの宝箱マークはこの試供品ってやつが獲得できて、なんかね、お客さんに渡すことで、例えばほらお昼時間活動プラス40とか、入店率 4% アップとかね、ほらこのなんかいろいろあるんだよね。まあ、なんで試供品があったらもう適当にねみんなに持たせちゃっていいかな。よし、おーっと、あーあー、もううなぎ登りだねランクが。いや、まだまだうちはいけるよ。あ、会長、君たち大会に興味はあるかな。何大会って、部活動かこれ。よければ紹介してあげよう。なんだ会長、商品棚の大会に参加したい場合はだって。何商品棚の大会って。あー、まあでも、あ、なんか今トロフィーもらったね、これか。あー、これね、どれどれ、あ、コンテストの参加、安そう。ちょっとじゃあ、はい、会長、やべ、会長、あ、会長意外と硬い。まあ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 、どうせ成功するでしょう。よし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 、何の大会だ、気になる。おもてなしありがちょう。会長、なんかふざけたじいさんだな会長。大会で素晴らしい勇姿が見られることを期待してますよ。おっ、
やべ、ふざけたじいさんとか言ったからなんか変な感じにならないか。え、なになになに、あ、いろんな部門があるんだね。ポッポッポ、素敵な棚を作って挑んでくれることを祈っております。で、これで勝てば賞金とかが出るんだ。あ、難易度 F って書いてある。まあだったら出れるかな、日用品の大会。これ接客が、あ、自信なしって書いてある人じゃなきゃいけそう。はい、じゃあこれで出場します。で、報酬一覧って何？おー、カプセルマシーンがもらえるらしい。買ってこい、学生さん。皆さんこんにちは。名店、あ、俺この真ん中のやつか。お、始まる。俺真ん中、真ん中、真ん中、真ん中。やったー、圧勝。やったー。どういうところが良かったのかわかんないけど、これでカプセルマシーンでかいわ。で、あと10万円3ポイント。おー、いや、めちゃくちゃでかいわ。あー、これ、出ちゃった？うちの優勝した記事。うん。あ、ほら！コンテストの勝利の行方だって。やはり、棚の陳列を重視したことが勝因と言えそうです。スタッフ総出で準備した甲斐がありました。今日はみんなでパーティーをしたいと思います。だって。まあ、実はね、いろんな工夫がなされてたんだ。おー、ほっと！この記事が出ると、やっぱ結構話題になってくれるんだね。いやー、よくやった学生、いいぞ。そして設置できるようになったんだよね、カプセルマシーンが。でもここら辺に置いちゃうか。はい、おー、良さそう。みんな回してってくれよな。だってもう一つさ、コンテストあったよな。はいはいはい、食品の大会ね。あはー、余裕です。留学生、今度は行ってくれるか。次の報酬はどれだ。チラシ置き場。そして、え、やばい、これ優勝賞金15万だ。頼む、買ってくれ、頼む。うわー、意外と僅差だったが勝った、よくやった。いや、チラシ置き場マジでもうどのコンビニにもあるからね。よーし、これね、なんかレジ横に置いてあるっていうイメージだわ。完璧じゃない。いやー、お、おや、無給マートにはチラシ置き場がありますね。素晴らしい。そうです。マジで5秒前に追加しました。なんだか嬉しくなったのでこちらを差し上げます。来た！ 40 アイディア！いや、すごいな。たまになんかこういう刺さっていいのもらえるね。うわ、めちゃくちゃ評判良さそう。おー、これ、仕入れた在庫分全部ちゃんと売れてるかな？大丈夫か？でもこの右下のさ、評判ってやつ今97なんだよ。これめちゃくちゃさっきより上がってる。あー、そして新商品、これ飲み物開発させてたんだよね。これは、あ、ブラックコーヒーとかありだね。え、すごい、もう、え、混んでるなーって言って入らない人もいた。おー、レジもめっちゃ列になってる。いや、これそろそろあれだ、マジで有能なやつ入れるか。店員シフト、この夜の時間帯めちゃくちゃ混むから、ここにやべえやつぶち込もう。あ、専門学生、アイディアがめちゃくちゃすごい。はい、雇用して、家族会議でここで働くと決まり応募しました。本当に大丈夫かな。いやー、なんか、まあでもね、多分こういうすげえ人を雇ったらこのコンビニもね、どんどん発展していくと思うからね。お、商品売り上げ出ました。やっぱパパゾン強いな。え、これは利益は上がってんのか。マッチョめっちゃ来てる。うちプロテイン置いてないけどな。そして90位、素晴らしい、1015個売れてます。いや、だんだん上がってきたね。そして店員はめちゃくちゃレベルも上がっていく。いや、なんかいいね、だんだんでかくなってきたね。そしてなんかすごい成長してるんだよな。いや、これ明るいぞ、未来は。めっちゃ金減った、やばくない、この金の減り方。ん？在庫がめっちゃプラスされたけど、これはさっきは大丈夫だったのかな。ねえ、よく分かってないんだよね。あ、なんか誰か来た、フードファイター来た。待って、うちには大食いもいるんだって。そして全18人って書いてあるけど14人目だね。もうめちゃくちゃ来てるじゃん。 YouTuber だ、チャンネルを立ち上げるんだ。そしてここを宣伝してくれ。そしてね、やっぱ深夜はあんまり来ないんだよね、人が。あ、でも待って、なんかさっきよりかは全然来てる気がする。
あ、YouTuber 夢叶ったらしい。さあ、夜も明けてきたね。そしてなんか季節は冬っぽいね。ほらなんかちゃんと雪も積もってる。だからこれが1年目の最後の季節だね。お！のどから村の目標を見事に達成！年間売上50万1000円。いや、ギリギリですね。見事に地域目標を達成できました。これでも達成したらどうなる？新しい町への出店を検討してはいかがかな？やったー！これじゃあ、2号店できるってこと？無給マート。年末に新しい町に出店できますだって。冬終わりまでお金を貯めておきましょう。やばい。マイナスです。まあでも、今朝になったばっかだから。こっからね、ほら、袋の量半端ないって。え？めっちゃ買ってくれるやん。ありがとな。やっぱね、常連には優しくしていこうな。いやでもたまに見るツイッターでやってくれ、あ、やったー、ランク5になったー、間違えて100個じゃなくて1000個入荷しちゃいましたーみたいな。ねえ、SNS やろうよ。で、これはでもね、ランクが上がっても、5万円固定なんだよな。お、飲料水の大会、今、借金を返すとき。え、なに、冷凍食品の大会。あ、でも待って、え、なんか来た。福沢幸男、演技めっちゃいい名前来た。繁盛しているコンビニがあると聞いて駆けつけました。レジをご紹介できそうなのですが、いかがでしょう。え、で、レジだと。もう一台レジをお渡し。マジか。さっきひらめいたのですが、コンビニに肉まんが売ってたら面白そうじゃないですか。一番最初に売ったのが肉まんなんだって俺。え、もう定番。じゃあここにも置きましょうよ。どこに。あ、なんかいろいろ来たな。こんにちは。早い安い、蜂蜜のクマックス工務店です。拡大工事！来た！これだこれ！拡大工事！お、急に来た。またお前かよ！ 3 回目！はいはいはい。こいつはなんかいつもね、宣伝の提案してくるから。ってことで、じゃ、まず大会に出るか！なあ、コンテストの。うわ、でも、まず飲料水からだ。優勝しろー！よーし！いや、こいつの能力が高すぎるわ。やった、コインロッカーと20万借金帳消しです。待って、あと冷凍食品みたいのがあったから、ここは、あ、でも、ない。こんなんで優勝できるはずがない。いや、でもね、あ、田中来た。大きい棚を使ったらもっと素敵な陳列ができちゃうかもしれませんよ。いや、それは思ってた。お、あー、なんかさ、もう結構、店も広くできるかもね、これ。だからさ、これ、うわ、すごい、もうめっちゃ溜まってる。お、何からやればいいんだ。あ、店舗拡大もやりたいが、まずはこの重要なやつからやろう。リサイクル業。成功率低っ！ 48%？ 今までにねえな。一回出向くか。出向いたらどれぐらい溜まるか確かめてみよう。はい。ふむふむだって。うわ、全然上がんねえか。待って。来い！よーし！いやー、マジか。せいや、これで廃棄率が 10% 下がりました。おお！やったー！これでめちゃくちゃ在庫を入れても、なんか廃棄率が下がることによって損が減る。そして、次は中型の常温棚。これはまあ 73% だから、いけー！手紙伝われー！あー、91% もあればね。よし！もうどんどん金は、これで増やしつつ、もうここでね、交渉できるやつ全部するぞ。店舗拡大、行こう。あ、これもう 70% か。じゃあもういけるな。余裕でしょ。危ねえ。危なかった。お、作業に取り掛かる？おお、あ、そう広がるんだ。あ、でもね、これはでかいよ、かなり。まあ、配置替えとかで、これをね、これ休憩室だから、こう奥にずらして、もうこの目いっぱい使っていきたいから。やっぱ見た目より、どれだけ置けるか重視でいきたい。次は、あ、レジ大事。もうたくさんお客さん来ても大丈夫になるからな。これでミスるわけがな、なんでー。あ、なんか失敗したら慰めてくれた。オープン時に助成金をもらってたって。あ、戻ってきた。もう切れたから、これもうなるべく、もうチャットで、全部チャットでいきます。いや、もう、最初からやらせてよ。
レジだ。あ、レジ追加されたね。これやっぱね、隣だね。まあ、三つ目とかは別の場所に置いていいかもだけど。よーし。会計スムーズになるぞ。あとね、ここ、なんかレジ新しいところを置くものがないんだよ。この中華まんも。だから、これね、確かさっきあったよね。なんか中華まんの仕入れ、これだ。これやろう。まあ 71% でいけるっしょ。これね、見てみ。さっきミスったから、なになに、チャットがめっちゃ効いたんだけど。何よりもチャットが効いたんだけど。待って、さらに店舗拡大できる。いや、これね、店舗って拡大すればするほどよくて、いや、これもう、いける！得しろ！おお、すごいわ！何このチャットの成功率！成功しろー！うわー！まあ、しゃあね。しばらくは、こう棚増やすか。またね、こう地道にやることが大事なんだよね、コンビニ系って結局は。で、やっぱり、この棚のセット効果を発動させる。これが大事になると。いろいろ試してみて、こう、どれが発動するかなーって見る。よし！お！かなりの商品をお店に配置できましたね。お客さんの間でも評判ですね。いいぞいいぞ。どんどん来い。そして、なるほど！さっきの中華まんは、これで、新しい中華まんを見つけられるようになったんだな。まあ、なんかいいのを頼むよ。レジは必ず通るからね、みんな。そして商品は同じの置けないから、これもほぼ全部置けたはず。で、これだからまだ広げる必要はないのかな？みんなどうだ？まあ、でもこの時間帯結構人が来る時間帯だからね。で、まあ余った時間でいろいろ交渉するか。例えば、ん？何これ？え、成功率 1% だって。あぶねえ、今やろうとしてたわ。これは 68%。現場監督への宣伝。イエーイ！ 100% になった！これは？おー、また評判になっちまった。お、なんか2ポイント、ちょっと増えたね。いやー、これ、行こっかな、コンテスト。ちょっと待って、でも、このさ、大会で優勝したらもう何でも勝てるぞ、ちなみに。冷凍食品だって俺1個しかないからね。じゃあ、行くか。短大生、頼む。一回行ってみてくれ。お前に全てをかける！行けー！あ、惜しい。あ、来た！中華まん？おー、ピザまんあったね。やったー！俺ピザまん好きだから嬉しいな。ここに入れるか。あんまん、チャーシューまん、ピザまん。おー。いや、これもね、俺よく買ってたわ。さあ、新作入荷です。みんな来てねー。お、どうした？オーナーお疲れ様です。無給マートの今年の評価が届きました。皆さんで見てみましょう。さあ、来たぞ！年間評価！おー！どうだった？これ。お客のこだわり達成0ポイントだけど、どうだった？え？これいいのかな？あ、会長来た！ほっほっほ。無事に1年目過ごせたようですね。素晴らしい営業でした。今後のさらなる活躍に期待しておりますよ。それでは、これ少し早いですが、お年玉です。いくらだ？10万普通に親戚からももらったことない額もらったわ。やったぜ！ありがとう、会長！いや、これでも、あーっと！あー、これ終わったね。本日の利益、53万。そして、あ、ジーン！バーテンダーのジーンさんが一番来てくれたね。そして、無給マート。あ、順位下がってる。え、ちょっと順位下がってる。まあ、しゃあないしゃあない、これは。ね。こっからだから、無給マート。さあ、そして、今年の目標達成！今年は見事に目標達成できました。来年から新しい地域へ出店できそうです。検討してみましょう。何この国蔵通りの街とかも気になるわ。これちょっと出店しようよ。ね。はい、新規出店！年間売上150万円そしてライバルを撃破ついにライバルが出るんだな。行こう。え、これ、なんだ？あ、もう完全に移転するんだ。え、こっから？え、近隣にはすでにライバル店が立っているようですね。え、でかいって。こんにちは。この地域に根付くコンビニを経営しております。近くに出店してきたということで、全社を挙げて恐怖におののいております。嘘だろ！お前らの方が全然でけえよ！
全力で叩き潰してあげますよ。脅迫だ。コンビニ通信最新号どうだ。快進撃を続ける無給マートが新しい地域に進出し、新店舗が誕生したというニュースが入ってきました。あ、やべ、バツ押しちゃった。1ページしか見えてない。まあでもいいでしょう、これで。あ、でもやっぱ狭くなってる、ちょっと。ここはでもあれだ、俺が今まで買ってきたものは残ってる。で、今までの経験を生かして、上はパン、下はカップ麺。これで、うわー、また来た。よかった、今度は飛ばさないぞ。あー、なんか素敵な店って褒められてるね。あ、それだけ。そしてここも肉まんが多分あるんだよな。よし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 、もう4列目全部肉まん並べるぞ。あ、でもこれあれだ、金が足りねえわ。よし、しゃあない。うわー、こうなるとさ、じゃあ前の店はどうなるの。あ、おまかせ営業中ってなってるわ。いや、ここのね、利益もいつかこっち側に来るんだろうな。よしよしよし、ライバル倒してこうぜ。あー、今度ビニーコこっち来てくれたんだな、今年もよろしく。いや、でもやっぱここはちょっと人通りがね、全然村より多いね。来い。よし、幸先いいんじゃない今年。いや、こうなったら、あ、でもまだまだあれか、店舗広げられねえかな。いや、でも、あ、なさそう。あー、一人目来た。あ、今度はここ全部で21人いるんだ。ヒゲじい、ヒゲじいよろしくな、一人目だけど。いや、でもね、まだお金がなくて全然棚に出せてない。ありがとう、ちょっと頼むわ。これでちょっと買ってもらって、よし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 、こうやってね、稼いでくんだよコンビニは。まあ、俺2店目だからね。なに、やばい、取られてる。おい、お前店の名前なんだ。3人体制ずるいって、こっちは1人なんだ。ん、何、おまかせ営業中の、あー、これ村でやってる店が2万円稼いだからこっちにもらえるんだ。へー、いいね。お、なんか来た。よろしくな、 B7 バナナです、これが。こいつの夢見てみるか。ポテトチップス。あー、そういえば俺お菓子全然置いてなかったな。まあ、いずれか欲しいな。あー、早く村から給与入ってこねえかな。こっち今3人来たんだけど、こっち22人も入ってるらしい。ずりーよ。でも広さの割にはね、棚の数少なくないか。来たー、アニメーターが来た。おいおいおい、俺と似た服着てるな。いや、こいつめちゃくちゃ静香ちゃんみたい、本当に。見てみ、超似てるでしょ。うわー、で、朝になってきた。これで結構客も来始めて、お金も稼げる頃なんだけど、どうだ。今羊かちゃん普通にむしったね。これ次コンビニ入るね。入ったー、お前裏切り者。いや、うちの店にはそんなにまだ魅力がないか。お、なんか、あ、自由めぐみ、あ、イベントの提案来たー。こいつのね、イベントはね、めちゃくちゃ人来るようになるからね。さあ、なんと、いやー、今日マジで苦しかった。もう全然、ほら、ライバル店と10倍以上の差をつけられてしまった。いや、ライバルがいるとね、だいぶ違うね。もう本日はお隣のお店に売り上げで負けてしまったようでした。こんな日もありますね。宣伝に力を入れたり、棚の配置などを気をつけて経営していきましょう。いや、全然違うね、隣にいるやつと。ただおっと、あー、ランク外だ俺。まあまあまあ、もうこれはね、仕方ないね。ただ、あの村にいた店員たちをこっちに連れてきました。そしたら、めちゃくちゃ回るようになったから、次こそ勝つ。お、待って、そしてコンテスト、これ短大生への接客が増えたから、冷食、餃子1個でも勝てるだろう。いけ!どうだ?結果は、やったー。もうこれ配置とか意味ないだろう、マジで。いや、でもこれで広告ポスター、そして、うわ、25万、やった、借金が消えた、やった、うわー、これ急に巻き返した。よし、ライバルに勝つ時が来た。これまずまだまだね、配置できてないところがあるんで、ここはね、まず日用品から配置していこう。いや、いいね、これちょっと最初っからだけど、さっきの知識を生かしてね、さらにいいコンビニにしていこう。さあ、いいぞ、どんどん出来上がってく。おっ
と、冷食の人が来た、遅いよ、もう勝っちゃったって大会いやだが冷食が増えるのは嬉しい。あ、これもまた交渉しに行かなきゃいけないやつだな。で、なるほど、なんかこの建物にも配置みたいのがあって、このなんか周りの魅力が上がってるんだよね。だから、まあ、なんかより魅力が上がる場所に置いた方がいいってことだね。おー、すごい、広告ポスターとかめちゃくちゃ魅力上がるじゃん。わー、まあこういうね、なんかすげえ配置的にやばいけど、ここら辺にまあまず置いとこう。もう店入って最初に目つくもんな、ここ。さあ、いいぞ。ほら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 、ライバル店もう28人、29人、やば。あ、まあでもほら、うちの方が繁盛してるように見えるような狭いからか。まあまあまあ、まだまだ始まったばかりよ、一日。ちょっとまず冷食取り入れてみよう。あ、でもまたこのアイディアが必要になるのか。じゃあ次はスイーツ。まあこれも、あ、スイーツはもうこれ取り入れられるね。お、そしてスイーツ。おー、いや今までスイーツなかったからね、これは革命ですよ、うちの。さあ、スイーツも置いたぞ、頼む。おー、来た、しずかちゃんが反応してくれました。そうです、そう。あー、来たー、このなんか注目状態ね。どんどん来い、うちはな、すごいんだぞ。村ではもっとすごかったんだぞ。おお、30万だー、来たー。急になんか、ブームに乗った。どうしようかな。これもっとじゃあね、棚とか増やそっかな。まだまだね、俺たくさん売れるからね。よしよしよし。おお、ほら、商品を並べると、こんな感じで、引っかかるいう何かが、たまにあったりするんだよね。よしよし、いいねー。で、まあ、さらに、おっと、もう9人目なんだよね。バックパッカーか。いや、もう、願いを込めよう。お前が一番、うちの商品を買ってくれ。石油王。石油王の夢は？はいはいはい。まあ、ちょっとあるものはあるからね。もう、うちにたくさんお金落としてくれ。あー、もう、張り合えるか？この隣の店に。いや、でもね、うちもだんだん繁盛してきたから、また大当たり引け！いや、悪くない悪くない。そして、まあ、交渉とかね。あー、お、これ、塾講師への宣伝。ね、子供が来るって感じかな。成功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 、よし、いい宣伝になってくれ。おー、まあ、このね、場所に来てから一番儲かってるわ。さあ、無給マートランク6。いやー、いいね、マジで急成長。まだでもライバルを倒せるぐらいにはなってないな。お、本雑誌の大会、そして文房具。待って、文房具なら勝てる。チンパンが来た。チンパン指導員。こんちくわ。私、世界を股にかけて店員の育成を回っております。こちらでも役立つことがあると思うので、ぜひ、提携しましょう。おー店員の育成について自信があります。バナナもあります。ぜひお声掛けください。あー、いや、店員育てるのはね、かなり強いよ。いや、これ、コンテスト、どれぐらいだ？難しさ。いいでしょ。いいだったら勝てる。けど、あ、まだ俺本は並べてない。文房具は、文房具いける。いや、これ結構あるから、この主婦の36ぐらいでもいけるか。接客が一回行ってみよう。確かにこれ何回でも出れるからね。いけー、一番右、勝て。うーん、お、そしてほら、すごくない？めちゃくちゃうち繁盛してる。あ、東大王来た。おや、無給マートには上りがありますね。なんだか嬉しくなったので、こちらを差し上げます。来た、イエーイ、さすが東大王、ありがとな。うわ、この瞬間、ライバル店圧倒的に追い抜いてる気がするんだけど、おー、新しい人たくさん来るな。まさかパイロットが来るとは。そして、あ、さっきのチンパンに、この、店員の教育頼みたいんだけど、うわー、なんか、あんま成功しなさそう。どうだ？どれだけ貯められる？はい。うわ、こいつ、猿だから、日本語通じねえかもしんねえ。ギャー、いや、もう少しだったし、チャットで行くか。行け、よし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 。これどういう感じで育成できるんだ。休憩室で、あ、これなんか何もしなくても店員が育つってことかな。だったらめっちゃいいぞ。あー、どうだ、うわー、
いやでも差は縮まってきた。いや頑張れば俺は次の年に抜けるぞ。頑張ろうぜ無給マート。あ無給マート95位に入った。いや次はさらにねえ入ったことない順位まで行こうぜ。おー新商品開発。冷食はお結構増えたな。あでも待って、今レベルが上がったってことはこれコンテストでさ、なんかどうだ能力が、あーまだちょっと上がってない。学生こいつレベル上げてえな。あこれ学生レベル上げられそう。頼むこれで、はい接客レベルが72に上がった。よし行け、次こそ勝てるはず。そして俺の今持ってる借金を減らせー。やったー強圧勝です。店内用ポストを設置できるようになった。そして35万円、やばすぎる。どんどん賞金が増えてるわ。店内用ポストはおすごい、めちゃくちゃ魅力上がる。はいよし。そしてはい、この限定イベント開催15万で成功率 80%、 これかなりすごいからやりたいね。絶対成功させるぞ。どうだやりましょうよ。あ全然やる気じゃない。だがうちには手紙が残ってる。よーし 100%。 これねかなり宣伝になるからね。ほらこんな今深夜の4時なのにめちゃくちゃ人来た。ライバル店に負けるな。今年こそは越すんだライバル店を。そしてあまた新たに食品を開発できる。これを開発、食品の開発はでかいからね。すごい、うわーめちゃくちゃにぎわってる。いやーこれ新しいスタッフ雇った方がいいかな。まあ、もうちょっとお金貯まったら雇うか。おわ行商人来た。こいつ今度はお金ちょっとあるから、自動販売機、待って自動販売機買おう。これ一番高いし一番欲しい。イエーイ。これどこに設置できる。あ店の外だよねやっぱ。これをいやこれね自販機買ってからコンビニに入るやついるんじゃない。おあやっぱ分かってるな、ツインテール。そう無給マートには自動販売機がある。やったー。あ来た食品の新しいやつ、すごいめっちゃ来た。素晴らしいツナマヨ。うわーこれねザコンビニだね、この商品は。いや上の棚にはやっぱこのねおにぎりを置いて、まあ下にはまあパスタ系かな。よーし新しい棚完成。いやー本当にいい勝負してんじゃない今年は。おお無給マートランク7。いやーこれどれぐらいあんだろう。お新しいコンテスト、これ何大会、えちょっと見てみよう。おにぎり大会だって。えあこいつ誰だっけ。クマックスじゃん。あ拡大のやつだ。やったー、お前はもういいわ。えちゃんこ森尾誰。お弁当ってここにあるだけですか。そんな、え結構あると思うけど、ご飯がもっと並んでたらいいなと思ったので冷蔵棚をご紹介しようと思います。やった冷蔵棚、嬉しいね。あこれ急に成長した。まずあ中型冷蔵棚、いやまあこれから行くか。まあ、手紙でどうにかなるでしょう。あ微妙 70% くらいだ。いやー失敗だ。いやまあ2回やったらいけるでしょう。失敗だ、あやべ、こうやって金はなくなってくんだな。さあじゃあもう一回中型冷蔵庫、オッケー。まあでもやっぱ広くしたいな。さすがにもう棚置けない。さあそしてあこれどうだ今回。おお無名さんが15回来てる。どうだコンビニバトル結果。いやーいやでもすごい、めちゃくちゃ近づいてる。もう2倍ないよ。いやで次が2年目の最後かなの冬だから、もうここで越すしかないでしょう。おっとランキング、おー80位、初の80位です。素晴らしい。いやーよく頑張った。おーいいね、みんなレベル上がってく。お店員のレベルが高い店だって。これ来い注目来たー。この時間帯に注目されんのめちゃくちゃいい。いやもう主婦のレベルを
上げに上げまくって、おお、接客力ありえんぐらい増えた。さ、じゃあその実力で行ってきな。待って、おにぎりの大会どうだ。おにぎり結構あるよ俺。いや、一回おにぎり行ってみよう。主婦頼む、勝ったらマジでお金が手に入る。あ、待って、消耗品、俺消耗品めちゃくちゃあるじゃんこれ。いや、これいけそう。どうだ、消耗品の大会、主婦いけー、一番右、やったーよくやったー。いやー素晴らしい、 Wi-Fi だって。そして賞金40万、一気に黒字です。いやー、これはね、よく頑張ってくれたよ本当に。あ、意外とレベルアップさせたら勝てるなよーし、じゃあ次は、うわー、店舗拡大行こうぜ。さあ、かけられるお金は少ないぞ。あ、手紙だけだな、かけられるとしたら。もう行くしかない、これで。頼む、チャットはそんなに通じないでしょ。来い、手紙、うわうわ、 86% 成功してくれ。やぶねー、あっぶねー。いや、店舗拡大はね、でかい。イエーっしゃー。さあ、割りかし雑に広げて、まあこれで他の棚とかも置けるようになったね。おお、いや、もうでかさでは変わんない。いや、もう、え、俺の方が人来てるか今年で。いや、勝てるかもしれない。ライバル店1年でぶっ潰すぞ。あ、 Wi-Fi すごい、なんか魅力がめちゃくちゃ増すね。ここら辺に置けばいいか。はい、おお、すごい。お、新開発。さあ、日用品。おー、いやー、めちゃくちゃいい日用品。これ高そうだなー。いや、これは結局何なんだ。え、なんかできる。なにこれ、指導員が落とすゴミを的確に拾って定員の経験値を貯めていこうだって。へえー、ちょっとじゃあやってみるか。あ、ゴミ、やばーい。あー、これゴミを拾えばいいんだな。でも意外とね、むずいこれ操作が。はい、ゴミ拾って、あー、やばい、学生頑張れ。あー、これバナナの皮って拾っていいのか。あー、むずい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 。え、これこういうミニゲームもあんだ、おもろいね。さあ、あ、やばい、これ残りスタッフが、あー、一人です。これミスったら終わり。ただもうゴミをなるべく集めろ。はい、あ、でもなんか最後の最後にめっちゃ慣れてきた。あー、26経験値。おー、めっちゃみんなレベル上がった。あ、実はすごいなこれ。あ、もう一回できるかこれ。うわー、めちゃ良くなったー。いや、でもめちゃくちゃ経験値もらったぞ。よーし、あー、こういうのもできるんだね。やばい、この時間になってちょっとライバル店の方が人が入ってる。おーい、こっちの方が品揃い、あ、やばい、なんか売り切れてる。あ、これはこういう場合はもう急遽入荷する。よし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 あ、入ってますけど。どうぞいらっしゃいませ。ん、オーナーお疲れ様です。どうした、無給マードの今年の評価が届きました。皆さんで見てみましょう。どうだ、年間、おこれは、あの村の時より上がったのかな。ただライバル店に勝てなきゃ意味がない。お、そして待って、これ終わるぞ。さあ、どうなるか。さあ、勝て、あいや、まあまあまあ、でも次こそ勝てる気がする俺。もうとりあえずこいつらに勝てるまで俺はやり続ける。さあ、また順位を縮めたぞ、無給マヨと言いにくい。あ、でも目標も達成できてないから、もうこれ年間売上150万、そしてライバル撃破同時達成しようぜ。あー、無給マートランク8。お、新しいコンテスト、サラダ。サラダだったら、あー、いや、今年は新たな人を雇おう。よっしゃ、新しい大学生を契約してこの人育てよう。さあ、これでじゃあ大会出るか。え、待って、なんか最強大学生いるんだけどえ、これスイーツとかの大会でいけないか、108って。一回出てみるか。まあ、難易度 C だからね。あ、ダメだ。じゃあこのおにぎりの大会は、やったー、1位。いやー、やっぱおにぎりは強かったな。お、ぬいぐるみを設置できるようになった。コンビニでぬいぐるみが買えるんだ。そして、いや、優勝商品がマジででかいな。さあ、じゃあお金も増えたんで、これでなんかやるか。うわー、どれだ、成功しやすそうな。何これ、社長秘書への宣伝。
成功率 50% か。いやこれね 100% はいかないかもだけど、あいや 98% は絶対いったでしょ。よし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 。いやほらもう9時でこのにぎわいよ。駅前かまるで。さあそして次はアイテムの充実パート3。これはあ手紙良さそうだね。いったね。あ 90% いった。おぶねー。もう 90% いくと大体成功だね。これはスイーツの極意を販売。まあこれでスイーツをより売りやすくなると。えでもこれすごくない？ちょっと待つだけでほら右上のお金どんどん溜まってくようになった。いやついにここまで来たか俺。さあ、あ注目度アップしてる。今10時11時か。いやもうこの1時間でラストスパート、いけ。ここでライバル店を越すんだ。頼む。あーやばい。あー勝ったーやったー、4万円の差で勝った。ついに無給マートがライバル店に勝ちました。おー本日はお隣のお店に売り上げで勝っていたようです。何やら1年間で3勝するとお隣も撤退するかもという情報がありました。さらに気を引き締めていきましょう。へーそういうのがあるんだ。いやーよかったーってことでね、無事にライバル店を倒すことができました。そして順位は、おー !73 位。え、2000個も売り上げてる。さあ、そして、おーまたギリギリ勝った。なんとこれで、はい。ライバル店が、近隣の地域から撤退しましたいや、向こうにとってはとんでもない出来事だけどね。まあでも、これで撤退させて、実は年間売上150万も達成したってことで、無事目標達成。いやー頑張ったよ。うん、これ会長も喜んでるわ。オーナーさんこんにちは。新しい宣伝方法ひらめいちゃいました。気になりますか？まあ気になるけどあーなんかもういろいろ来た。いや見事にライバル店を退けましたね。日頃のオーナーの戦略がバッチリとハマった結果だと思います。いや3年でこの結果よ。いやすごいでしょこれもう。ってことでね、皆さんも、あなんだ、あすごい、しばらく無給マートの時代が始まりそうです。だっていやまあね始まりますよ無給マート。まあ、ってことでね皆さんも、まあ、スーパー経営でもいいし、まあ、コンビニ経営したいなーって思ったらぜひこのゲームやってみてくださいあーやったー最後の最後にランクが10になったー。ってことで授業見てください。さよならー。